込みは斜め45度からですね。そして縦のラインの場合、大きめに打ち込んでください。そしてスッと下に抜きます。それから横の線ですけれども、ふわっとこう上をふっくらとさせるようなラインを持ってきて、そしてまたここから折れですね、キュッとした折れを持ってきます。そして最終角はちょっと下がってくるようなイメージで、こちらで終わりになります。四角い字もいろいろありますけれどもね、こちらは口の応用になりますね。中という感じですけれども、こちらまたキュッとこう折れてから、こちらはまだ最終角ではありません。最後の貫くようなこの真ん中の線が最終角になりますが、大きめにこちらも基質をね入れてください。はい、前の2つが、台形のような形をしていましたね。キュッキュッとこうね閉じていたのに対して、次の2つ火と月を描きますけれども、こちらは寸胴な感じで下に下ろすだけのものですね。こちらも上のラインはふっくらとさせておいてください。そうすることで内側がふっくらとして広くなります。で、横の線はふわっとさせておいて、両端少し空間があると大人っぽく綺麗に見えますので、小さい字を書いたりするときは特にこのね圧迫感をあまり与えないように、両端をちょっと開けるようにするといいと思います。